競技クイズで使われる早押し機の早押しボタン早押しクイズは、クイズの代表的な形式の一つ。複数の回答者のうちから、回答の意思があるものをボタンを用いた装置や、道具などを用いて限定する方式によって行われる。質問に対して早く理解したものから回答するという、意思表示を行い、最も早く意思表示をしたものが答えを言う権利である、回答権を得る。 ゲーム性の強いクイズ番組では、回答が不正解であった場合、正解が出るまでボタンを押した順に回答権が移って、行くというルールが多い。回答者の意思表示の時点で出題は停止するのが、日本では一般的だが、クイズグランプリなどでは、意思表示後も、最後まで問題が提示された。なお、問題がすべて提示されるまで、意思表示はできない、イコール問題文をすべて読み切ってからでないと。 回答権を得ることができないというルールを実施している場合もある。逆に問題文を途中までしか読まず、意思表示をした後でないと問題が全て提示されない形式も存在する。意思表示の手段としては、各回答者の手元にボタンを置き、ボタンの押されたタイミングから最も早くボタンを押したものを機械的に判定する方式が最も一般的であるが、挙手や 早食い等によって回答権を得る場合もある。機械的な手段による場合、各回答者の手元に置かれるボタンを、早押しボタン、装置全体を、早押し判定器と呼ぶ。また、円形になった回答者の中心に何らかの物体を置き、それを最も早く手にしたものが、回答権を得る、クイズドレミファドン、などで用いられた方式もある。早押し機による早押しクイズを行う場合、 回答権を得るための条件をボタンを押すから別の形に変えたり、ボタンを押すまでに障害を設けることによって、ルールにバリエーションを設けることが可能である。これはアメリカオーダーウルトラクイズにおいて多く使用された。こうした特殊条件を用いた問題では、通常の機械的な選出とは異なり、権利獲得に意識を傾けるあまり、回答時に肝心の問題内容を忘れてしまう。 といったケースが生じることがある。また、早押しクイズは、問題の途中であっても回答者の意思表示によって、出題を中断させることができる。この特性を利用した特殊な問題が使用されることがある。回答権を得た人が間違えたり、有用時間内に答えを出さなかったりした場合、その回答権を得た者に何らかの罰則を与えることがほとんどである。元来、 クイズは1対1であったり、回答者が連携して正解を導き出すものであったりと、出題者と回答者との間で争われるものが中心であったが、テレビでクイズ番組が盛んに作られるようになると、回答者間に競争を導入し、勝ち負けを競う形式が使われるようになった。この時、一問一問ごとに回答者が答えを紙などに書き、 公開した上で正解を発表する形式が用いられ、現在でも多く使用されているが、この形式では一問一問に時間がかかり、多くの問題を出題できない点、テンポが悪くなる点などが欠点であった。1960年代に入り、これらの欠点を解消する形式として、早押しクイズがアップダウンクイズなどの番組で使用されるようになった。早押しクイズの戦術はその性質上、 基本的に、いかに早くボタンを押すかと、問題を先読みしていかに早く答えを見出すかが、主となる。出題者が問題を読むこと。基本的には、アナウンサー同様、回答者に聞き取りやすく、はっきりと読む能力が要求される。さらに、読み方次第で有利、不利が生じるため、進行の公平性を保つためには相応の修練。 そして長丁場でも耐えられる体力が必要となる。パラレル問題の場合、声の調子で分岐の有無を見分ける方法が存在する。また、意図的に分岐ポイントを強調して読むことでヒントにする読み方もある。逆に、極力声の調子を変えないようにする読み方もあり、進行の公平性を保つ限り、どのように読むのかは出題者に委ねられる。ただし、多くのクイズゲームは、 肉声での出題ではないため、声を聞き分ける攻略法は使えない。クイズの大会や番組等で優勝者が決定した時の問題の正解のこと。優勝条件が規定数ポイント獲得の形式の場合には優勝者の正解でそのクイズが終了するので、最終問題の正解がウィニングアンサーとなる。ただし、以下の場合だと優勝者以外が最終問題を回答。 または優勝者が不正解で終了することになるため、優勝者の正解以外で決着がつくこともある。N ルールなどで途中脱落ありのルールで、優勝者以外が全員失格で優勝者だけが残った場合、時間もしくは問題数、または総正回数限定ルールで最終問題が優勝者の正解以外で終了した場合、不正解時のペナルティが 対戦相手に加点されるルールで優勝者以外が最終問題を不正解し優勝者が優勝条件を満たした場合この場合は優勝者の最終正解をウィニングアンサーまたはウィニングアンサーはなしとすることもある2019年8月現在など他多数不正解でなくとも正解までに長時間を要した場合は正解しても減点というルールが取られる場合もある もっとも、オペックホース自体はオペックにあやかった場名なので、単なる語呂合わせではない。例えば、江戸幕府の将軍で名前に、家がつかない人物は4人います。という問題が読まれた時点で就任したのが4人のうち、最後である吉信を回答するという読みもできるが、その後に続いたのは、吉信、吉宗、綱吉と誰でしょうというように順番が逆だったという場合もあり得る。 語でという意味ののような語源問題という書き出しで始まるのような著名な文学作品の冒頭問題、正式名称を〇〇というのような法制度や、道具の名前を問うもの、本名を〇〇というのような芸能人や、作家の名前を問うものなど、高校生クイズを極めるページ高校生クイズの勉強法、アメリカオーダーウルトラクイズ、第4回と16回では、不正解ペナルティが、 マイナスポイントではなく一回休みだったので、チャージの連発ができなくなっていた。その結果、第16回の場合、決勝進出者は二人とも一度も阻止されることなく、進出を果たした。市川久志コラム第4回、問題潰し、意図的ご当は許される行為か。アメリカオーダムウルトラクイズでは、効果音が数秒流れた後に、 ブザーが鳴り、パネルクイズアタック25では司会者がブザーを押しているが、押すまでの時間は一定ではなく、小玉清の場合は、他の回答者もボタンを押しているという理由でブザーを押すまでの時間が極端に短くなることもあった。金流読み、ビヨンドザテキストポトキャストハットいいかだん読み。いいかだんハットただし早押しボードクイズなどの常時。 全員に回答権がある形式で勝つへぬルールを適用した負け抜け形式の場合には優勝者の正解で決着がつくこともある。ありがとうございます。